今回は、中国から多くの有名企業が撤退した理由とは？について解説していくぜ。撤退なんて、よほど大きな理由がないとしないと思うわ。どんなヤバいことが起こっているのかしら。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。中国から日本の企業が続々と撤退を表明しているそうなんだぜ。そうなの？中国なんて巨大マーケットだし、工場としての役割も大きいから撤退するなんてよほどのことがあったからなのね。日本だけでなく世界的な企業も続々と撤退したり中国での規模を縮小しているみたいなんだ。脱中国の流れは世界的な流れになっているそうなんだぜ。世界各国の企業は他に拠点を求めたり、自国に拠点を増やしたりと様々な対策をとっているみたいなんだ。なるほどね。でもどうしてそういう流れになってしまったのかしら。中国にとっても痛手じゃないのかしら。いろいろ疑問は出てくると思うんだが、まず前提として世界各国の企業がなぜ中国に拠点を持っていたかを説明しないとこの問題の本質は分かってこないと思う。だから、そこから解説していくとしようか。よろしくお願いします。中国は第二次世界大戦後に共産党軍と国民党軍で中国の正当な支配者の座をかけて争い、国民党を台湾に放逐したんだ。その後中国共産党が治める中華人民共和国を1949年に建国したんだぜ。中華人民共和国は共産主義の国で、農業と鉄鋼業を主体として国家の繁栄を図ろうとしていたんだぜ。少しだけど、歴史で習ったような気がするわ。しかし毛沢東の大躍進政策の失敗で、数千万人にも及ぶ餓死者を出してしまったことと、文化大革命という共産党の内部の内下馬の拡大で、中国という国家は完全に疲弊してしまっていたんだぜ。そこで小平は農業と鉄鋼業を基本に置いた旧来の社会主義的な政策に転換し、1978年に資本主義経済も取り入れる改革開放を基本方針とした。イメージだと中国ってずっと社会主義だと思ってたけど結構昔に資本主義を取り入れていたのね。この政策が中国に外国の企業を受け入れる下地になったというわけなんだぜ。中国には広大な土地があり、世界一人口が多い国だ。それにレアアースといった貴重な鉱物の産出も豊富でまさに工場を建設するのにもってこいの土地なんだ。およそ1990年代から徐々に各国の企業の生産工場が中国で続々と建設されることになり、2000年代にはピークに達したんだ。中国は世界の工場を自他ともに認める、工業大国へと変化していったんだ。これが中国経済の躍進の原動力にもなったということなのね。中国が世界の工場となった背景にあるものは、広大な土地と資源の豊富さと人件費の安さだったというわけだ。中国は各国の大企業の生産の下支えとなる工場を多く作ったことにより、経済発展の足がかりとしたんだ。企業側も人件費の安さもそうだけど、10億人を超える超巨大マーケットをもちろん意識していたわけだな。お互いに思惑があったということなのね。中国に世界各国の企業が工場を作った経緯はわかったわ。じゃあどうして最近は撤退が相次ぐようになったの？それはいくつかの要因が複合した結果なんだ。そのいくつかの要因を一つずつ順番に解説していくぜ。ぜひ聞きたいわ、よろしくね。まず一つ目が人件費の高騰だ。そうよね。中国は GDP が世界第2位にまで成長したんだから、そりゃ現地の従業員の給料も上がるのは当然よね。そうなんだ。今答えを全部言われてしまったようなものだから、補足を少ししていくぜ。中国が改革開放を基本方針にした時は人件費がものすごく安かったんだ。中国と日本で賃金差は10倍以上もあったんだ。だからざっくり言うと、日本人1人雇うより中国人10人雇った方が安いなんてこともあったんだ。改めて聞くとすごい数字ね。中国は都市部と農村部で貧富の差が激しいので、平均給料というのを算出するのがなかなか難しいから参考数値と思ってほしいんだが、2000年の中国の平均収入がおよそ7000元で、1元16円とすると10万円ちょっとという計算になる。それが2021年だと約10万元で日本円だと約160万円なので、年収は10倍以上に上がっていることになるんだぜ。とんでもない上がり方ね。当時人件費との安さにつられて工場を建てたところは大打撃よね。まさに大打撃で中国からの撤退の一番大きい理由は中国が成長しすぎて人件費が桁を超えて上がってしまったという企業がほとんどなんだぜ。じゃあ中国から日本企業が撤退している理由って人件費だけなの？ところがそういうわけでもないんだ。
というのも、人件費だけが問題ならば巨額の投資をしている工場を畳んでまで撤退する理由には少し足りない。というのも現在人件費が安くても数十年後には人件費は高騰してしまうのはすでに中国で実証されていることだからな。確かに、世界中で同じことをしたらそれは労働力の青互いというか、焼き畑農業みたいなものよね。そうなんだぜ。だから中国から企業が撤退している理由は一つだけでなく、複合的ということなんだ。いくつかの要因が絡まり合っているということなのね。これからその要因を少しずつ掘り下げていくぜ。お願いします。突然だが、ウイグル問題というのを聞いたことがあるか？うっすらとしか知らないわ。中国の内陸の方でなんか揉め事が起きているってくらいの認識かしらね。この話もしだすとだいぶ長い解説が必要だから最小限にとどめるようにするぜ。ウイグル地方にはイスラム教を信仰しているウイグル族という人たちが多く住んでいるんだ。しかし中国共産党は自国において信仰の自由を認めておらず、この地方にいる人たちを無理やり回収させるような動きを見せているんだ。無理やり回収するなんて、考えられないわ。自由を奪うなんて最低ね。強制収容所に入れて共産党の教義を洗脳させたりしているらしい。ひどいところだと、軍による直接暴力が横行しているなんて話も聞くんだぜ。現在強制収容にされている人の数は、100万人を超えるとも言われているんだ。こんな風に今までの民族の習慣や誇りを奪うようなことをしているから世界各国からウイグル問題は人権上の著しい問題だと非難され続けているんだ。そんなひどいことが行われていたのね。でもどうしてそれが企業の撤退と関係しているの？それが関係終わりなんだぜ。現在製品作りってのはとても規模が大きくなっており、世界中で作られた部品が使用されていて、一つの製品になっているんだ。車やスマホなんかはその最たる例よね。企業は自社製品の完成品だけでなく部品の一つ一つに至るまで気を回さなければいけなくなってきたんだ。例えばスマホに使われているネジの一つが子供に死んや労働させて作らせているものだとして、そのことが世間にバレたらその企業はどうなると思う？製造元が知らなかったなら仕方ない気がするけど、その製品のイメージはとても悪くなると思うわ。そうなんだ。この問題の根本はそこなんだぜ。企業の製品のイメージ低下につながる事柄はなくしたいのが企業として当たり前の考えだ。となると、企業はそのネジの製造会社に自動を労働させることを禁止させるだろうな。場合によっては取引を停止することだってあり得るだろう。企業のイメージを守るだけにはそうするわよね。自動労働は例として出したものだけれど、実際問題がファムクラスの巨大企業に納品する企業には、近年今までにない様々な条件が追加されているんだ。その条件ってのはどんなものなの？大きなものはその製品を作るとどれだけの二酸化炭素を排出するかデータを出せ、ということなんだな。それこそネジの一本に至るまでなんだ。そして今までの二酸化炭素排出量を減らすために何か行動を起こして、基準度よりパーセントなんかを下げないと取引を考え直すという通達が出されている真っ最中なんだ。そんなことがあったのね。でも今はグローバル企業と呼ばれているところは部品一つに至るまで、厳格に管理しているみたいなんだ。話をウイグルに戻そうか。ウイグルは綿の生産が盛んな地域で、世界の綿の2割はウイグルで生産されているんだ。すごい量なのね。綿の生産が多いということは多くのアパレル企業が中国に集まってくるんじゃないかしら。その通りだぜ。中国に生産拠点を置くアパレル企業が多いのは、こういった背景があるからなんだぜ。確かに私の持っている服はメイドインチャイナばかりだわ。でも確か、最近はメイドインインドネシアとかメイドインベトナムが増えてきている気がするわ。ウイグル問題が広く知られるようになってからは、ウイグルでは強制労働の一環として綿花が栽培され、加工されているという人権団体の報告もあるんだ。それで世界規模でウイグル産の綿製品の不買運動が起きたんだぜ。これは綿花だけにとどまらず、トマトやソーラーパネルといったウイグルで多く作られていたものの買い手がつかなくなる事態が起きてしまったんだ。そうなのね。でもそれは民間ベースの話でしょ？日本においては2021年の春頃にこの話題が盛んに報道されていたんだぜ。実はアメリカはそれ以前から警告を発し続けていたんだ。その流れで2021年12月に強制労働されていないと証明できないウイグル製の製品は輸入してはいけないという法律にバイデン大統領が署名をしたんだ。これを受けて2022年6月にこの法律は施行されることになったんだぜ。人権問題がアメリカの法律をも変えたのね。まあウイグル問題は一例だけど、中国はこういった人権問題のリスクを数多く抱えているんだ。同様の問題はウイグルだけでなく、チベットや内モンゴル地方でも抱えているようなんだ。これは共産党一党独裁が引き起こした問題とも言えるな。
多様な価値観を容認すると共産党が根本から崩れてしまう原因になるんだ。ダイバーシティが重要と言われる時代と逆境する流れね。中国はいくら世界から非難されようともウイグル問題などは起こっていないことだと言い張るし、内政干渉だとも主張するんだ。そう考えると共産党の恐ろしさっていうのがはっきりとわかるわよね。自国民向けの情報は厳重に管理されているからな。中国もインターネットは当然使われているんだが、普通に使う場合はまず共産党の検閲が入っているんだぜ。恐ろしいほどの情報統制を徹底しているのね。ウイグル問題のことはわかったけど、それがどう企業の撤退と関係してくるの？そうだな。一見関係なさそうに見えるけど、ウイグル問題からわかることは中国にはこういうリスクが内在しているということなんだ。さっきも説明したけど、現在の製品の作り方は一国で賄っているというものではなくなってきているんだ。A 国で基盤を作り、 B 国で外装を作り、 C 国で部品を作り、 D 国で組み立てるということをしているわけだ。そうなるとその中の一つの部品にこういう疑いがかけられると、それだけで完成品の生産に遅れが出てしまう可能性があるんだ。安定的に製品を出荷できないということが企業にとってどれだけ痛手になるかは十分わかるよな。そうなると転売ヤーも増えて、ますます企業のイメージが悪くなってしまうのね。そんなんだ。このように複雑化しすぎた製品に輸出入というのがウイグル問題であわらになったと言えるんだ。そうか。一箇所で製品を集めて作るというのがすでにリスクになってしまったということなのね。鋭いな。その通りなんだぜ。グローバル化が進んだことで企業の製品生産のリスクが細分化してしまったというのがこのウイグル問題で世界中に知れ渡ったと言えるな。このウイグル騒動の他にももう一つ中国の輸出入に関する問題があらわになったんだ。それは何？気になるわね。中国が推し進めたゼロコロナ政策なんだ。各都市がノックダウンされて人や物の動きが制限されたものね。そうなんだ。これはもちろん輸出入の制限にも直接関わってくることになるんだ。これにより中国は輸出も輸入も減少してしまったんだ。そうなると物が入ってこないし、そもそも工場は稼働していないし、製品を安定供給なんてできないわね。まさにその通りで、様々な製品を中国からの輸入に頼っていた日本の企業は大混乱してしまったんだ。具体的には見積もりを頼んでも納期不明の上に、値段も不明で見積もりの作成すら困難だったなんてことはいろんな業界で起こっていたんだぜ。2021年や2022年は今まで当たり前に購入できたものが納期不明なんて経験をした人も多いんじゃないかな。そういったサプライチェーンの大混乱も要因の一つになったんだ。なるほどね。あの時期はいつ買えるのか、今のストックを節約してどれくらい使えるかとか、いろいろ考えるのがとても大変だったわ。欲しい人が多いのに売れないというのは企業にとっては大打撃だよね。次のリスクは台湾有事なんだ。ここでもその話になるのね。ああ、将来に起こりうる事態だからな。台湾有事を想定して中国から撤退する企業も相当数に上るんだぜ。というのもこの問題には前例があるからな。前例があるの？どんなものかしら。ロシアとウクライナの問題だ。確かにロシアから世界中の大企業が撤退していったものね。ロシアの場合は経済制裁という側面もあるし、ウクライナに侵攻した人道に反する行為を非難するためのものだったんだぜ。台湾は現在世界有数の半導体生産国になっているんだ。半導体不足でここ最近世界は大騒ぎよね。中国と台湾の間で軍事作戦が展開されたら間違いなく中国に西側諸国は経済制裁を科すだろうな。それは私でもわかるわ。そうなると中国の工場にあるものの輸入や輸出がストップしてしまうことになるわね。さらに中国は経済制裁の報復としてそれらの工場を全て撤収して国有企業にしてしまう可能性だって十分にあるんだぜ。台湾はさっきも言った通り、世界トップクラスの半導体生産国なんだ。この争いが日本に与える影響が甚大なものになると簡単に想像できるよな。日本にとってはロシアとかコロナよりも影響が大きくなりそうね。台湾有事はすぐに起こるものではないろうが、今の習近平体制なら起きる可能性は十分にあると思うぜ。何かある前に撤退しようと思うのは自然な考えよね。最後に紹介するリスクについては中国の法律なんだ。法律？確か中国では社長は中国人しかなれないって聞いたことがあるわ。そういった小習慣的なものもあるけど、それよりもヤバいものがあるんだぜ。なんなの？教えてほしいわ。国防動員法なんだぜ。この法律は有事の際に中国政府が個人の資産を取り上げることができる法律なんだ。けれど厄介なことに中国にある外資企業も例外ではないんだぜ。それはヤバいわね。さらに恐ろしいことに中国には三権分立は存在せず、法律を作るのも運用するのも裁くのも全部中国共産党の組織になるんだ。ということは、恣意的な運用がやり放題じゃないの？そうなんだ。
法律なんていうのは名目だけで、その時の政権の気分次第でどうにでもできる余地が、他の国とは比べ物にならないくらいに大きいんだぜ。資本主義を取り入れたと入っても、結局中国の本質は共産党なんだな。そこを勘違いすると痛い目に遭うんだ。確かにこれはリスクね。こうしていくつか撤退する理由を挙げてみたが、もちろんこれが全てではないんだぜ。商習慣の違いや単純に黒字化が見込めなかったといった各業態や企業それぞれに理由があるんだ。でも今挙げたのは中国で商売をする上で普遍的とも言えるものになるんだ。チャイナリスクと呼ばれるものね。このリスクを見越した上で、継続か撤退かを各企業は決断しており、2010年代後半からは撤退する企業が増えてきたということなんだぜ。でも、撤退した企業はその後どうするの？企業の目的は安定して自社の製品を提供することだ。となるとリスクは分散させるに越したことはないだろ。今まではない中国一箇所で大きな工場を建てて人件費の安い工員を使うことが企業にとって一番安価で安定した製品を提供できた方法だったんだ。だけど様々なチャイナリスクが顕在化してからは工場は各国に分散させて作ることが多くなってきたんだ。集中とか分散とかいうのはいつの時代でもどの業種でも永遠のテーマよね。リスク分散が大事だととてもよく理解できたわ。その結果としてベトナムやインドネシアなどの東南アジアに新拠点を作る企業も多くなってきている。さらには日本に戻り、日本で大きな工場を建てるケースもあるんだ。こういった動きはチャイナプラスワンと呼ばれているんだ。そこの企業も一極集中はやめたのね。そこで存在感を放っているのがインドなんだぜ。インドなのね。インドは次の世界の工場となることを目指し、各国の大企業の工場の誘致を盛んにしているんだ。当然どの国でも今後の経済成長が見込まれる現在世界一の人口を誇るインドのマーケットを非常に魅力的だと思っているんだ。今後はインドを中心に経済を考えるのも面白いな。インドはノーマークだったわ。世界はそんな動きになってきていたのね。でもこれだけの日本企業が撤退していったら中国の経済だって影響はあるでしょ？もちろん大きな痛手になったんだぜ。日本企業の中国進出が最大だったのは2012年のことで、その総数は 14,394 社にも上っていたんだ。そんなに多かったのね。さすがに知らなかったわ。主に上海や江蘇省や広東省といった沿岸部が中心だったんだ。やはり輸出や輸入をメインで考えるならこうに近い方がいいと考えたんだろう。それが2022年では 1,276 社になっているんだ。およそ1割は撤退したということになるな。まだまだ1万を越しているから多そうだと思うけど、減少傾向にあることは間違いないのね。会社の数だけでなく有名企業も相次いで撤退をしているんだ。まず自動車では有名なスズキは2018年に中野長安汽車と作った重慶長安スズキ有限コンスの持ち株をすべて長安汽車に譲渡し、中国から撤退しているんだ。2018年ってコロナの前じゃない？そうなんだ。コロナの前に撤退した神かかり的なタイミングでスズキの決断は好意的に捉えられているんだぜ。でも巨大なマーケットを持つスズキも徹底をしなきゃいけなかったのね。スズキの場合は主力車が小型車であったために、中国人の思考には合わなかったのが原因だと考えられているみたいだぜ。しかしその分、インドにおけるスズキ車のシェアは 50% を超えているんだ。ここでもインドが出てくるのね。また撤退を決めた有名企業といえば、京セラもそうなんだぜ。京セラって家電もそうだけど、部材も作っている会社よね。工場まで全部撤退して大丈夫なの？そうなんだ。特に京セラの場合はハイテク産業を根幹に置いているために、中国に拠点があることはとんでもないデメリットを抱えてしまうという判断だったんだ。とんでもないデメリットっていうのは何なの？台湾有事のことかしら。もちろん撤退の要因なんだけど、一番大きいのはアメリカと中国の摩擦なんだ。ウイグル問題のことももちろんあるんだぜ。トランプ前大統領がファーウェイの製品の締め出しを行っていたことは覚えているか？何かニュースになっていたことは少し覚えているわ。その件の詳細は省くけど、現在アメリカはファーウェイに対して全面的に部品の輸入をストップしているんだ。さらには中国発のクラウドサービスも締め出そうとしていて、現在法律を作っている最中なんだ。バチバチに経済戦争しているのね。中国にいれば中国の技術でなんとかなるんだけど、中国にいながらシリコンバレー企業と取引するには、ものすごい足かせがつけられている状態なんだぜ。そしてその状況は今後ますます拡大していくこと説が濃厚なんだ。そうなるとグローバルに IT を考えなければならない京セラにとって、中国に居続けることはもはやリスクでしかないということなんだ。そうなれば撤退するのもやむなしね。今挙げた企業も一例だけど、ヤマハやホンダ、パナソニックやカルビー、ユニクロ、東洋理化学研究所といった、日本を代表する、企業が一部撤退や全面撤退を決断しているんだ。
全部知っている企業だわ。当然今よりも生産高が減れば中国の輸出額も減ることになるし、輸出が減れば輸入額も減ってくる。今のところ数値に顕著な差は出てきていないけど、今後どんな数値の変化が出てくるかは注視する必要があるな。特に輸入額や輸出額、GDP の伸びなんかは直接的に関わってくる数字だと思うから、よく見ておこう。でも中国の GDP は好調に推移しているのよね。そうなんだぜ。でも中国経済は今まさに正念場とも言えるんだ。中国の経済成長は頭打ち感が出てきているんだ。そうなの？人口も多いしこれからも成長しそうなものだけど、それがゼロコロナ政策の煽りを受けて2022年の物流と消費がだいぶ落ち込んでしまったんだ。だから目標の GDP の伸び率を達成できていないんだ。さらにそれ以上に深刻なのが人口減少だ。え？中国って人口が増えてきているんじゃなかったの？そういうイメージを持っている人も多くいると思うわ。実はそうじゃないんだぜ。一人っ子政策が廃止されたのは2016年と割と最近だ。けれども一人っ子政策を廃止しても出生率は戻らず、むしろ悪化しているんだ。2021年の数値は女性一人当たり 1.15 人と日本の 1.37 人を下回る数値なんだ。2021年には出生数より死亡数が多く、中国も人口減のフェーズに突入してしまったんだ。中国も今後は恐ろしい速さで少子高齢化が進んでいくことになるだろうな。そのスピードはもしかして日本を越すんじゃないかしら。日本もものすごい速さで少子高齢化が進んでいたけど、中国はもっと加速していくだろうな。まだまだ経済成長はするだろうけど、今までのような人口ボーナス期間も終了してしまうし、外国企業がチャイナリスクを嫌って中国からの撤退や規模縮小を決めているのは中国にとって大きな痛手なんだぜ。そうなると中国の経済成長はどうなると思う？間もなく止まることは避けられないでしょうね。なるほど。そんな変化が中国では起こっていたのね。きちんと情報をアップデートしないといけないことがよくわかったわ。今後も中国や世界の経済の動きから目が離せないな。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。